ちょっとあの、うん、ですね、ゆっくりやりましょう。最近ちょ今これ、うん、できんのかな、ないっす。なぜと、まあ再生できなかったら再生できなかった。素晴らしい、ジョーさん。今とりあえず
じゃあ、行きまーす。はい。はい。はい、始まりました。つぶらない話です。すいません、お待たせしました。ちょっと Facebook の接続トラブルがちょっとありました。はい、生放送あるあるですね、立川さん、これは。はい、本当困っちゃいますね。こういうことが起こります。はい、お待ちいただきました。すいません。はい、はい、じゃあ今日も。元気にやっていきましょう。つぶらない話ネクストです。はい、スタートです。はい、今日もですね、この北海道の東側にある、網走郡津別町という場所でつぶらない話放送しております。はい、ということで早速立川さん、はい、近況報告ですね。近況報告ですね。はい、立川さんどうでした？僕はですね、はい、弟子鹿町に弟子鹿神馬という、はい、これですね、コワーキングスペースですね。これ見ましたよ、生配信すごい、はい、すごかったな。このまあ本当、川上くん、高橋くんの26歳コンビがですね、若者たちが、こう弟子鹿町を盛り上げようということでやってるんですけど、はい、やっぱりすごいですよ、あの、ビールとかお祝いのお酒とか、はいはい、やっぱああいう場所ができるって、嬉しいんでしょうね。ですね。やっぱ、はい、あとこう制作に関わった方々が、たくさん多くもいるからこそ、もう完成した時にはもう、はい、なんかこう、そうなんですよ、馴染みのある人たちがもう大勢もいるっていうことですもんね。はい。写真もたくさんね、なんかもう貼ってますよね。あそこもう、はい、その工事に携わってくれた人たちの写真とかもバッチリあって、元アナウンサーと JR、はい、そこコンビで、本当に自分ができなかったことを、俺がやれないことをやってくれてるような感じ。なるほどですね。それが弟子鹿っていう町でまた全然違う。明日あの、移住ドラフト会議って前出たんですけど、はいはいはい、その人たちが来てくれて、はい、弟子鹿と津別を1泊2日で回るっていう。それ熱いっすね。はい、で川湯温泉とかも行ったりとかして、はい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 、で弟子鹿も津別もなんですけど、皆さん見てる皆さんももしよければなんですが、はい、実は地域おこし協力隊っていう制度を使って、移住してこっちで仕事をしたいみたいな、はいはいはい、ところの枠を、あの、まあ、弟子鹿もあるし津別もあるし、まちづくり会社の取締役とかもやってるんですけど、はい、逆に本当やる気がある人、自分こういうあの北海道の町で、こんなビジネスしたいんだけどみたいなアイデアを出してもらえれば、それが本当にいけそうかどうかの、まあ、ジャッジメントはちょっとしなきゃならないですけど、はい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 、それがいければ協力隊で、なるほどですね、そう、3年間の、最低限じゃないですけど、手取り20万弱ですけども、そんなもらいながら起業ができるっていう。なるほどですね。僕もそれで起業したんで。なるほど。そんなのベーシックインカム的な感じの、そう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 、クリエイターをね、感じで、はあ、これうまく使えば、もう川上くんたちも実はもう本当一本釣りじゃないですけど、はいはい、面白そうな人とか有望そうな人、なるほどなるほど、声かけておいて、今すぐじゃなくてもいいんですけど、そういう制度をが使えるので使えるかもしれないので、はい、なるほどですね。そんな目線で見るとその視察とかも身が入るんじゃないかなと思って、ね、確かにそうですね。明日ですね。明日到着されて釧路を、なるほどですね、キャンピングカーでお迎えして、みんなで移動しながら、で弟子鹿の子ももちろん紹介するし、でその後津別に行って、津別はあの「のんのの森」とか行って行くっすね。でも具体的に本当これから4月に入っていったら金曜日バーとかやったりとか、あ、まあ、今日もつぶらない話そうですけど、いつもここでね、ジンバーっていうのをね、はい、やってましたもんね、確かさん。でこれをね、毎週金曜日、今日も金曜日の夜ですよ皆さん、はい、毎週金曜日に 生で同等とつながろうみたいな。なるほどね。まあ、もうつぶらない話もありますし、はい、井戸端会議とかもやってますし。なるほどっすね。で彼らも手しかもあのオープンの生配信100人ぐらいがずっと見てて、あ、それすごいっすね。100人ですよ。生でずっと見てるんですよね。しかもね、あのキャップチャッなんだっけ、あの課金お金を投げ銭、あれもチャリンチャリン、まあすごっ、すごいっすね。だからね、すごいんですよ。いやーすごい。でね、うん、やっぱすごいな、その応援したい人がその応援を表現できる、まあ、お金であったりとか、それがしやすい
要グッズとか、この今川上くん着てるトレーナーもこれですね。これもグッズで彼ら販売してますからね。あ、これそうなんだ。そうです、そうです。あ、そういうちゃんとあのなんだろう、その思いとか応援したい気持ちをちゃんと具現化できる装置をちゃんと散りばめて場所作りを行ってるんですよ。うまいな。うまいの教えてほしいっすよね。でそセルフプロデュースなのか分かんないけど、うん、まあ、多分純粋にあのそれ今彼が吸収してることをあの場所でこの場所で表現してるっていうところだ。多分間違いなくなんか面白いこと。面白いですね。で今日ね、それ道東テレビのミーティングでみんな話したんですけど、川上くんそれ場作りやってるんだ。あの面白いのは、ね、二次会のニーズ、うんうん、もう一次会終わって二次会行く場所が少ないの。で二次会に来てもらうとか。なるほどですね。もうそれってここでも同じことじゃないですか。なるほどなるほど、そうですよね。二次会のそしたらメインの料理用意しなくて済むんだ。確かに。お酒とそのバーですよね。だから俺今度はあのバーテンダーの格好してここでちゃんとカクテル作ろうと思う。マジっすか。そうっす。こうやるわけですね。そうちゃんとこうあの、ね、コスプレしてやばいやれるような。いやそれちょっとやばいですね。ちょっと一回やってみたいのはこの、うん、あちらのお客様からあれやりたいですね。やりたいっす。カウンター越しにね、あれやりたいっす。いいっすね、はい、あとこうお、まあ、投げバーテン投げないけど、はい、まあちょっとそのカウンター厳しいですけどやりたいなと。それちょっと面白いですね。で高橋くん今週の日曜日とかに写真のイベントで、うん、まあ、ここにある機材とか貸して家族写真を一緒に撮りましょうよみたいな、はい、それ接点作りとかもやったりしてるのと、なるほど、近況で言えば映像制作教室って一緒に手塚チームやってるんですけど、なるほど、あ途中全 6回かな。で途中から中学生の子が入ってきてくれて、うん、まあ俺が先生生徒だったんですけど、うん、もう途中からその中学校の子の方がアプリで動画編集とかバンバンやるのよ。なるほどね。そうだからもう途中から先生交代して、いや俺じゃなくてそのアプリの付け方教えてくださいって中学生。ああそうですか。だからもう映像制作教室は無理だなと思って。なるほどね。みんなもうやれちゃうから。なるほどなるほど。もうだからスマホでなんだろう、もう作品作りできちゃうんで。なるほどね。もう先生とかじゃなくてその一緒に体験をする場所作りとか、ね、うんうんうん、機械作りの方に。なるほどですね。そうシフトしないと今までみたいなこの教えますよって、うん、もうググれ、うんうん、なるほどね、っていう話になっちゃうじゃないですか。なる、まあ、でも間違いなくこうプロの、ね、うん、立川さんのプロのその仕事と、はい、まあ、ちょっと仕事としてやるっていうところとまた変わってくるかもしれない。ただ、それだけかなんかこうかなり簡易的にできちゃう時代なんですね。そう、そうなんですよ。本当に存在価値自体がこう、いやそこまでは、まあ、裏がでも逆にそう、うんうん、ある程度基礎してれば、じゃなんでプロに頼まなきゃなんないんだろうみたいなところ分かってくると思うんで、まあ、悪い流れではないなと思いつつ、ね、いや実はその僕ちょっとすみません、なんか話長くなっちゃったんですけど、うん、結婚10周年でちょっとこう、はいはいはい、サクッとこう動画作ったんですよ、うん、実はね、うん、まあ、10周年も前のですけど、その時には結構簡易的にもう作れちゃうし知識がなくても、うん、僕ちなみに映像制作教室1期生だったんですけども、うん、全然行けなくなっちゃったんですけど、はい、でも立川さんに教わったことをちょっとベースに、まあ、作ったりとかもできたし、うん、まあでもそれは本当に必要なことだと僕は思うんですが、ただ、うん、簡易的にねできるっていうのは、はい、学生でもできるとか中学生でもできるっていうのはなんかよりアプリの進化を強く感じますね。そうなんですよね、できちゃうから、ね、か感動させることもできるんで、でも面白いのが、今僕ら関わってるの、うん、あれですね、うん、ロコソラーレさんの対談の動画とか見た見た。そうっす。ああいうのはやっぱりまあ普通の職員が担当するって言われたら大変すぎちゃうんで。確かに確かに、あの何回目もちょっと用意してるんですね。そう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 、ああいうので使われるのはすごくいいと思います。なるほどですね、はい、ちょっと早速 Facebook でですね、コメントいただきます。あ本当ですか。はい、イメさん、はい、卓球台テーブル壊れたの。さそうなんですよ、まあ壊れたわけじゃないんですよ今イメさん、あのリノベーションウィークが今週末、来週か4月15日から21日ですね、津別町は、道東エリアリノベーションの皆さんに見てもらうようなそのイベントを15日からやるんですけど、そこの会場の方に机は今持ってっているので、まあ椅子も一緒にですね、はいはいはい、いずれで今日はちょっと卓球台でお送りしているということでございます。大丈夫です。姫さんいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、江戸丸くんもコメントくれてますね。
道東テレビさんの地域おこし協会の制度の活用法はすごく斬新で先進的だと思います。それを受け入れて町づくりにつなげている津別町も手塩町もすごいということですね。いや上川町もね、はい、やっぱじゃないですけど、あのスーパー行政マンがやっぱりいるんで、ね、あの津別も手塩も上川もそうなんですけど、行政の中に新しいことを受け入れる人っていうのがいて、あのそれぞれキーマンがやっぱりいるんですよね。でその人と話したから、まあ、手塩川もそうなんですけど、まあ、津別で高橋さんみたいな、ああいう係長みたいな人がいて、僕が話したことを、要は人が来ないと、コンテンツ人が来てコンテンツを作って発信してくってことやってこうよっていう話したら乗ってくれたってことなんです。なるほどですね。もっとね乗ってくれる人を増やしていかないとなっていうところと、これ地域おこし協力隊の流れの話って、はい、多分掘り起こせば相当まだまだまだちょっとまたちょっとそれ話長くなりそうですね。そうですね、だいぶちょっとまた別のコーナーで、それであれでしましょう。立川さん、その地域おこしのコメントいただいてます。はい、小林さん、阿部町にはホワイトスペースを使ってどうなり、実際唯一の地デジ放送してるんですか。そうなんですよ。コラボできないですかねってことで。すごいんですよ、アビラは。コラボ。小林さんもすごいんですよ。まだお会いしたことないんですけど。ちょっとこれはもうコラボやしたいですよ。もうですね、取材にまずは、取材からおつながりしていくっていう、ね。あ、そうですね。はい。ぜひちょっと。まあでも、道東テレビさん、本当金曜日にこうつながっていくってことをやっていきたいと思ってますんで。楽しみです。皆さん、はい、金曜日は道東テレビのチャンネル。はい、見てほしいですね。そしてもう雄一郎さん、はい、今日僕公開したタウンニュース別で、はい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 、山上木工さんをちょっとですね紹介させてもらったんですけど、はい、いや本当に柏さんありがとうございます。これまたタウンニュース別買いがある取材でしたね。はい、新しい事業を特集するっていうことで、僕、はい、これこそなんだろう、映像とか YouTube で街の情報発信として最新情報をお届けするっていうのはね、いや一つの役割かもしれないなって思った。YouTube の動画、はい、今日公開したやつなんですけど、ですね、で全部で12分ぐらいあるので、その山上木工の紹介部分 のところをですね、ちょっと今見てほしいなというふうに思って今探して、ね、前回の空き家を活用した新規事業をご紹介したタウンニュースつべつ、これですね。まだまだつべつ町にはチャレンジから復活した株式会社山上木工の山上雄一郎専務、はい、東京オリンピックのこれちょっと取材を先日していただいたんですけど、めちゃめちゃでかいですよね。こちらの全長14メートルもある超大型機械、これねでかいんです本当に。マシニングセンター、より複雑な信じられないような動きこの本当大きいんですよね。めちゃめちゃですよね。これ日本ではあのこのサイズが導入実績が、まあ、ないんです。これは日本では我々だけですね。でも本当大きな仕事とかはもう他は受けられないから、いや完全にそれですね。ブルーオーシャンもいいところです。そうなんですよ。面白い企業とのつながりもできてくるな。超大型機械の導入でさらなる成長を目指します。親父もずっとこれ、はい、あ、これも親父ですね、社長ですね。久しぶりの最新機械の導入に社長は、もうあの親父ずっとパソコンですよ、土日も。今までの結論から集大成みたいな、まあ私の夢は変わったみたいな。この年になって非常にあのやる気満々ですよ。逆に困っちゃいますね、元気すぎてね、これ本当にメタドレピしてすごいこれが商売だ、半分主義の世界みたいな元取らなきゃいけないんだけど、でもね、そういうこう何でもそうじゃないですか、あの興味あることって力入るし、ね、学べるしね、場所で行くのもいいですよね。面白いんですよね。さらに雄一郎さんにはこんな挑戦も。中小企業庁のですね、後継ぎ甲子園というあのイベントがありまして、要はプレゼンをするイベントなんですが、木製の金属リスクル車椅子をですね作ってですね、また世界に届けていく、あの、ね、きっかけはあの1月に骨折したんですけども、その病室でですね構想した木製金属リスクル車椅子の事業計画。痛かった、これは本当に。もうすでに動いてます。それこそ、ね、
ダルケースを一緒にやってる吉田信也さんと一緒にあのもう動いてます。転んでもただでは起きない山上専務でした。はい、さらに、はい、タウンニュースすべての制作はい、いや本当にこういろいろありがとうございます。その取材していただきまして、いやいやいや、どうでしょう近況、はい、こんなまま僕これ見てほしかったんで、いやすいません、ぜひとも皆さん本編も見てみてください。はい、よろしくお願いします。やっぱりすごく面白い方がねたくさん取材していただいて、はい、すいませんなんかいただきました。ちょっと僕も近況ちょっとサクッと今日はお願いします。はい、はい、ですねちょっと作るなんですけど、ずっとあ2020年になってますね、これ違いますね、2021年の話ですけども、はい、22年の話なんです、今年の話ですね、今年の話ですけど、これ、日にち間違えてます。ずっとか完全予約制でやったんですけども、うん、ちょっとゴールデンウィークにリニューアルオープンをしてですね、ちょっとこうちゃんとオープンする日を決めていけたらなと、ちょっとコロナの関係でずっと自粛してたんですけども、うんうんうん、しっかりと、まあ、天板とかあと展示品をちょっと入れ替えます。アウトレット多数出ます。かなりお値打ちなものも出てくると思いますんで、はい、ぜひちょっと足を運んでみてください。めちゃめちゃ3日から5日です。いいですね、はい、アウトレット、はい、ちょっと用意してますんで、はい、今実際ウッドショックみたいななんか木の値段も上がってるっていう話あるじゃないですか、はい、そうです、はい、ああいうの影響とかはどうですか。いやかなり影響ありまして、はい、値上げも実は6月から値上げになっちゃうんですよね、うん、実はそうですね、それこそビスとかその接着剤とか座面のウレタンとか何もかもですね、ほんと全て上がってるんですよ、ね、今までずっと値上げしないように頑張ってきたんですけども、はい、ちょっともういよいよやばいということで、ただ地元の材料を使った北海道産のタモ材を使った家具をちょっと今回入れますんで、はい、ちょっとこうねそれはちょっと値段安定してるということなのでですね、引き続きそういう売れ筋のものを残しながらちょっと頑張っていこうと思ってます。ぜひチェックしてみてください、はい、ということです。はい、プールですね、皆さんよろしくお願いします。はい、いつものということで、はい、つべつ新報ニュースです。つべつ新報ニュース、はい、ありがとうございました。しばらくぶりです。すいません、あれさ、なんで前回休んだの。私ね、エネルギー切れちゃってさ、ちょっとね、ご飯食べたらちょこっと横になったらね、爆睡しちゃってね、もうね、もう動けなくなっちゃったの。でもちゃんとちょっと心配したんですけどね、確かさんね、そう、でもね、電話も通じないでしょ、きっとそんな爆睡してるから。あ、いやいやいや、エネルギーはやっぱりね、ちょっと疲れたんですかね。疲れたんですね、年、うん、なんだわね。いやいやいや、まあその時もあります、うん、はい、で今日はね、もうしっかりね、もうそのことばっかり考えてね、昼からずっといたよ。ありがとうございます。ありがとうございます。出ちゃダメとか言って、私さ、はいはい、ウクライナのさ、うん、テレビで見たんだけど、ウクライナのね、うん、オリンピックで銅メダル取った人が、なんで銅メダルだと忘れちゃったんだけど、うん、その人国にねそのメダル売るってって言ってた。そしたらねチラッと見えたんだ、それはね奥さんがね避難してるところに持ってってんだよね、うん、そしたらね入れ物が見えたんだ。見えた？見えたんだ。ちゃんと見えたんだ。だからあれなんだなと思って。ケースね。大変なんだよね、今は。なるほどね。うん。またちょっとあれですね、売ったらまた今度届けてあげたいですね。それぐらいな。あれですね。いやいやいや。国のためにね、国の資金にするんだと言ってました。ちょっとそれ。そういうことで、みんな他のオリンピック選手もきっと。なんか協力するんじゃないかなと思う。いやでも本当だってそれ、うん、ニュース毎日毎日あれ見てて、まあね、短すぎ、ね、胸痛いよね、心が痛みますよね、うん、何かね、何か手助けになることって言ったら分かんねえけど、だって北海道だって来てるよね、来てるって言ってたよあれ、うん、ちょっと怖くないですか、あのニュースもなんかね、ちょっと政治的な話どんどん入っちゃうけど、うん、はい、じゃあつぶつ新報ニュースいきます。はい、はい、つぶつ新報ニュースはなんかもうね、みんなもうインターネットとかさ、うん、そんなね IT でもあれなんだけど、うん、なんか昭和の時代かよって、うん、紙の話で枠が構えるとかいう感じ、ね、いやいやいや、これがこれすごい価値ですから、つぶつ新報私さ本当に
4月1日なんかあったなと思ってたんだその日、うんうん、そしたらね4月1日入社式って必ずね丸玉さんがやるんだよね、うん、それも8時からやるんだよ。へえ。8時からやって15分とかね30分で終わらすんだよ。は仕事に支障がないように、支障ないように。そしたら若返ってんの。今まではね、うん、もうびっしりお年寄りっていうかねいい年の人がいたんだよ。私が知ってるような顔の人が、うん、誰もいないんだ。社長だけだ。え社長だって。あとみんな若い20代とかね。そうじゃね、はい、自己紹介とかするんだけどね。社長がいろんなこと言うんだ。彼氏はいる、彼女はいるのってね、そういう項目があるのさ。彼女がいるいないとか、いなかったら別に答える必要はないとか言うんだけどさ、プレッシャーが入ってくるんだよね。なるほど。もうみんなビリ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 、うん、あ緊張して緊張してビリビリ。みんな楽しい入社式とか書いてあるんだそこに。それ全然楽しくない。みんなビリビリ。いや丸玉さん、うん、いや丸玉さんね、こうもうね社長に会うったらね私もね会えないからね、うん、いやとてもねないけどね、敷居高くてねいけないんだけど言ってるなこの中で、うん、みんなね心配事があったら、うん、と相談に来てくれっていけねえよね。いやでもそういうこと言うだけでもすごいですね、うん、だからね優しいこと言ってんだけど厳しいよ、うん、結構、うん、あこれはもう相澤さんも毎年4月1日だったら特に丸太さんから言われなくても言われなくても行く言ってるの、うん、いやコロナでさだからリモートだもん、うん、だってあ、うん、とあ茨城と舞鶴に工場があるのさ、うん、だから入社入るでしょ、うん、じゃあその人はリモートで結んで、うん、あの社長の話をするとかさ、はい、へえ、ね、リモートも使ってるんだ、うん、だから大したもんだよね。でも本当同等で一番のリアルだね、うん、そうだって何言うと思う、300本社がね全てだけ370人だよ。やば370人、うん、全て4000人の町ですよ。うわーすごい4000人の町で370人。でも、ね、みんな大体さ津別になって北見とかさ、うん、来てるからさ、まあまあまあ、でも、ね、うん、俺タウンニュース津別でいつかやりたいんですよ丸玉さんの取材。もう多分3回ぐらい分けてやらないと時間ぐらいとボリューミーなりそう。相澤さん取材とかで入ったことある工場ね。そんな危ないもん見せてくれないもんな、うん、危ないものってね危ないってね、うん、やっぱり企業秘密のやつ、企業秘密があってね見せてもらえないからね。でも本当にこのね20年ずっとダントツ1位の売り上げを持ってるって、すごいことですよね。成長し続けてるってことですからね。そういうことですよね。そうですね。こんなんだとねこういう会社がすごいですよね。なんか誇らですよね町民としても本当に。そして裏がね、うん、その1日にはね必ずあるのはね、うん、子供守りのね入園式ね。あ入園式はねいつもの時なんだけど、うん、まあ手をつないでくる子供守りをね、うん、だけど、ね、大概泣いてる。だか抱いて泣いてる。バンバン泣いてる。最初から最後まで泣いてる。おかしい。だけどね私大丈夫なのかなって、人間じゃないんじゃないかなと思うんだ最初。猿の子と思うぐらいに泣いてるんだよね最後。だけどね3年したらすっごいの、3年したら立派なね人間になれるんだよね。さすが先生だわ。だ私は成長するってことですね、うん、そして今週はね、寄付は多かったんだ、1年生の関する寄付と図書の寄付と、うん、そしたら一面の方にさあこれ三京さん、三京さんがね300円を寄付してんだよね、うん、すごい図書に。おちょっとだから ね、 そんなちょっとではね済まないと思ってねちょっとね行って、シューマイの、うん、シューマイのあれ、はいはいはい、記憶のね、はいはい、それはもう50年ぐらいやってんだこの会社で。いやすごいよね。俺ねちょっとね行ってない、いや行った、行ったよね。取材行って、でもこの300万円図書館のやつで結構三協さんの田中社長、山田社長、うん、図書館結構ね厳しい意見じゃないけど言ってるけど、こういうふうなことやられてるからかっこいいなと思って、うんうん、待って洗ったら言うよね、うん、俺たちの給料上げてくれって早くやってしまわないと言われちゃうよね。これでも町のためのね、うん、町のこう未来としてはね、うん、やっぱこうなんかあるとねいいって声も、うん、まああるしでしょうし、図書館ねあったでもこう、うん、三京さんのこういう こう行きですしね、うん、やっぱこういう企業があるっていうのはやっぱだって丸玉さんだってね寄付し毎年してません、丸玉基金みたいな、森森のねやっぱりそういう丸玉さんはね切って植えて使ってって、そういうねグリーンリサイクルという社長も言っておる、うん、そういう会社だからうちはって、はあ、
寄付できるような会社目指しましょう、立川さん。そうですね、そうですね、そうですね。一銭もしたことありませんっていう。まだできないよね。できないよね。寄付できるような会社目指したらいいな、うんうん、そして裏、うん、先日ね、福井さん、あ、福井さんの、はい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 、あしたら映画会やったんだ。どこだろう、さんも面白いですよね。あ、これね、うん、有楽園でこれね、それを、あ、これ福井さんがやったのでも、うん、福井さんとね、淳吾さんの関係の農家のね、あ、ちょっと保健師さん一人入って、そしたらさ、私もね、うん、見に行ったんだ。そしたらさ、植木仁が出てくるんだよね、うん、植木仁は知ってるかい、知ってるよね、植木仁知ってるよね、知ってる、うん、花始め、なんとなく花始め、なんとなくでしょ、昔の人は、津別の人は映画でね、育ったからね、あ、もう戦後時代はね、2つ映画館あってね、びっしり入ったから、あ、なんか聞いたことある、うん、2つもあったんだ、2つもあったんだよ。そして中川さんの息子さんがね、うん、その上映したやつ のポスターね、持ってて、その中から一つね選ぼうっていうんでね、日本一裏切り男ってやつ上映したの。それがさ、玉音をさ、玉音入ってんだ、して、あ、みんなして天皇のあれだろうなと思ってたら、あら、初めなんだけど、それはね、それ特攻隊長なんだよね、天皇様から励ましのことを得たってね。そしたらさ、それに乗って、あのベニヤのね、飛行機に乗ってるのがね、花始めして、ブルンブルンってね、行っちゃったんだ。そしたらさ、途中でね、落ちたのさ、それもね、アメリカの、ね、船に落ちたの。そしてね、殺されるかと思ったらね、戦争終わったから殺さないよ、殺さないよとか言ってさ、それ生き残ってね、どんどん話が発展していくんだけどね。まあ本当に、うん、そのクレイジーキャッツっていうのは面白かったよね。もうみんな思い出してた。そしてその有楽園でやったもんだから、うん、本当は20人で大体ね、20人限定でやったんだけど、大体は埋まったんだ。そしたらみんなどっか行っちゃったりさ、そこに住んでいなくてどっか行っちゃった人も、あんた元気だったのってみんな人にやってさ、安否確認してた。へー、だからそんなんでもいいかなと思って。そしてそういうさ、うん、確かにね、うん、私そういう映画ってさ、昔神社でやったことあるんだ、うん、私のちっちゃい頃。そして私もね、うんとね、お姉ちゃんたちと一緒に行くわけさ、近所のお姉ちゃんたちと。そしたらね、言われるんだ、マイヤーもう連れて行かないって言うんだ。私絶対外れたくないんだよね、マイヤーすぐ寝ちゃうからって。いつも昔からそうなのね、寝ちゃうからって。だからもう一人来られながらね、一緒に連れてってもらうのにね、寝ないように頑張った記憶があります。そしてね、あとね、その下にあるね、弁当様のばあちゃん101歳で亡くなりました。101歳で、うん、そのばあちゃん知ってるんだけどね、ばあちゃんすごいばあちゃんなんだよね、麻雀好きなんだ、92までやったんだよ、ばあちゃん。そしてね、わしばあちゃん麻雀好きだから、大名に麻雀の孫入れてもらうとか、そのこと言ってね、冗談、それを一生懸命福井さんが言ってたよ。はあ、うん、101歳って相当長生きにね、うん、きましたね。あと、あ、じゃあ最近長男にこの後ろにある習い事図鑑って、あ、そうそうそう、これも知ってます、この冊子、これ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 ね、うん、あの新しくその作ってくる、それこそあの福井さんとかあの小林さんがうちにも持ってきてくれたんですけど、津別町にはですね、ちょっと本当に多くの、あの習い事が実はあるんですよね、これ非常に面白い冊子なんですよ、これめっちゃいいですよね、町のなんかその子供の習い事が可視化してるんで、うん、はい、そうですね、ちょっとこれ津別町に来たらいろいろとあの、うん、あるんで、その紹介も、はい、本当にたくさん、はい、あるんですよ、本当にこんな小さい4000人の町にですね、習い事がね本当に多くあるので、うん、まあ、津別に来てお子さんたちが暇するようなことは本当ないよみたいな、わかりますよね、はい、これも興味ある方はぜひ、はい、あ、私、あ、先週さ、はい、先週の新聞に名前間違って恥ずかしい思いしたんだけど、うん、あの小野塚ゆずなちゃんって6年生の子がね、うん、英検3級買ったんだよね。英検3級っていうのはね、中学3年程度なんですよ。それが6年生で買ったんだよね。私感動したのよ、すごく。
だから公文始めようかなと思って英語の公文始めようかなって思っちゃったぐらいに、そしてカムカムエヴリバディも終わっちゃったしさ、 あれもさ全然続かなくて、うん、続かなくてさ、でもなんとか頑張って英語できるようになったんだし、英語できたらやっぱり世界も違ってきたっちゅうしさ、私もなんとかもう 今ここで頑張らないとできないのかなと思ってね、公文塾に通おうかなとか思ってる成長成長止まらないですね、勉強ね、うん、しましょう、そんなことですですね、はい、ありがとうございました、ありがとうございます、今日これ来てくれて本当によかったですよ、はい、相澤さん、来週もちゃん来週じゃない、はい、来月もね、はい、ちゃんとお願いしますね、ぜひ、ありがとうございます、ありがとうございます、今日はたっぷりニュースでした、はい、まあ、ちょうど15分押しぐらいな感じですね、はい、進めていきたいと思います、遠藤さん、お遠藤さん、久美子さんですね、コメントいただいております、祖母の掲載ありがとうございますということで、久美子さん、久美子さんからコメントいただいて見ていただいてましたね、まあ一緒にここでジンバーも飲んだりとか散歩、犬の散歩がてらみたいな、ここ来てくれるんですね、つけてたんで日を、はい、出ます、ありがとうございます、ってことで、はい、つべつの今が丸わかり、この、はい、つべつのつべつ新報定期購読よろしくお願いします、ワンコイン500円でできますのでよろしくお願いします、ってことで、いつもの、はい、立川さんゲストコーナーですよ、ゲストコーナーですね、はい、今回は、はい、立川さん、つべつ町に、すごい方がまた若手の20代の人が来たんですよね、はい、その方を紹介させていただきます、はい、はい、秋山工房の秋山社長に来ていただいてます、よろしくお願いします、こんばんは、よろしくお願いします、ざっくりその、はい、秋山さんどんな方かというところですね、はい、僕あれ知り合って、はい、結構シャリに移住してきたのからの、うん、ここに来る前から秋山さん知ってて、ね、でこの人口4400人の津別町で、はい、ウェブ制作とかグラフィック制作とか本当クリエイティブの仕事を何でもやれる、うん、そういう会社を作って、まあ、で、うん、ここに津別に来たっていう、今まで津別になかなかなかったジャンルの、うん、なかった仕事ですよね、なかったです、だって結構都会的なイメージ強いじゃないですか、うん、IT 企業になってくると、そうっす、でそれもすごいんですけど、うん、やっぱりその明確にこう会社を大きくしたいとか、うん、このやりたいことが多くある、うん、しかもそれを実際にやってる、今従業員何人でしたっけ、今正社員で4人ですね、4人ですよ、うん、っていうその、がっつりと攻めてるっていうところですね、今日ぜひともお伺いしたくてお呼びさせていただきました、ありがとうございます、ありがとうございます、そんな秋山社長なんですけども、ちょっと掘り下げてですね、あのプロフィール、はい、掘り下げていこうと思うんですけども、まずちょっとプロフィールの方からですね、はい、すごいですか、ちょっとこれあの質問したいことがもう山積みプロフィールで、はい、ちょっと都度ちょっとこう掘り下げて聞いていこうと思うんですけども、はい、ぜひ、まず静岡県ご出身なんですね、これなんでまたこのね、そっか、これも後で一番最後のあの質問にしましょうね、移住、ね、のきっかけを聞けたりとして、まず料理人の道に入りと、はい、ことで2年間修行行かれたということで、いきなりこう学校卒業した後いきなりこう料理人の道っていうと、なんかこう強烈になんかその当時料理になりたいみたいなのがあったんですか、どういうきっかけだったんだろう、あ、僕は、うん、まあいわゆる中卒なんですけど、うんうん、あすごいね、中卒っていう、叩き上げですよ、当時行きたかった高校あったんですね、うん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 、それが自宅から電車で2時間ぐらいの距離で、いや、あの酪農、それこそ酪農系の高校だったんですけど、ははは、県内唯一の酪農学校で行きたかったんですけど、まああのちょっとこうやんちゃはしてないですけど、うん、まあお昼ご飯食べに学校行ってたような生活を送ってたので中学生、そうですね、そうですね、中3はまあ楽しく過ごさせていただいたので、ね、まあ、あの先生にもう遅刻多いから無理でしょってことで、でやっぱ行きたかったとこに
行く以外の選択肢は僕になかったので、じゃ あの受験もいいので就職しますって形で、うんうんうん、いやでも立派ですよね、うん、そのでも就職されて料理人っていうことが入ったと。そうですね、で、はい、そっから2年間行かれて17でこれ俳優になるため上京ですよ、うん、上京しました。で養成所に入ったと。ありましたね、はい、で6年間やられてたんですね、俳優業とか映画制作、映画制作にも携わったっていうことで、はい、もう映像制作もありますもんね。そうですね、あ、まあ、あの映画制作が、あのいわゆる独立プロっていう監督さんが自分で持ってる会社に入って、はい、でまあ、制作自体は、うん、あの編集さんとかカメラマンさんとか、うん、あのまあ、監督がやったりとかするんですけど、予告編とかは僕が作らせていただいたりとか、そうなん、それまただからその俺テレビじゃないですか、はい、テレビの人もいて、うん、映画やった人もいるっていう、またつべつのこの層が厚くなるっていう。なるほどね、すごい。そうか、やっぱ映画とやっぱこうテレビってやっぱち、ごめんなさい、もう全く分かってない人間なんですけども、うん、ちょっと微妙に、ね、確かに、うん、なんか確かにニュースとかそういうテレビで見るのと映画だとちょっとこうパカッっていうような、うん、っていうようなやつ、そうですね、そういう世界ですもんね。監督がピリピリしてこうこうやってイメージなるほど、緊張感ある現場ですね、はい、そこ で, そです、ね、なるほどね。特に僕がいた会社は、うん、あの監督がなかなかに破天荒な感じだと思うので、もうな昔昭和の映画会社だったので、 なるほど、ね、なかなか楽しいことをそのちょっとブラック入るからね。なるほど、ね、そうね、テレビもやっぱそんな世界、ね、もうテレビとかを本当に、まあ、流血まで行く時もたまにあったぐらい、そういう話でもからエレベーターのそれこそスタッフルームのエレベーターとかに、うん、はい、こうなんか恨みつらみの言葉がAD が刻んだような、そうですよね、やばってるんですよ、まるまるねとか、まるねとかでかですね。いや、もう、使い捨て AD 業界とか、あちょっと書いてあるんですよ。マジかよ。でも AD さんも最近 AD って呼ばなくなってきてるっていう。あ、そう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 、ですよね。まあ、あれ呼び、でも、あれもすごいその面白くて、そういう、まあ、過酷な労働環境を改善しましょう、働き方改革もあってっていうところもあるんですけど、で、うん、して上の人たちは自分たちがやってきたこの方法が合ってるみたいな、だから育たないみたいな、うん、と言われがちなんですけど、まあ、そこちょっと対応していかないとっていうところで、だから俺なんかキャンピングカー導入して家族ごと仕事ができるようなのとか同等テレビ作ったりするんです。なるほどですね、まあ、そんな業界の話もね。なるほど、ありがとうございます。だからそれこそでもあのフィルムコミッションみたいなのも作れたら面白いねみたいな話ができるん で、ね、うんうんうん、秋山さん非常にこれから楽しくしていきたいなと思ってますってことですね。なるほどですね、はい、で一度それを見ようちょっと引くんですね。24歳まで。そうですね。やっぱり業界が業界なので、あの酸いも甘いもってよく言えばありますので、うん、今後の人生長いこと考えた時にあの疲れていっちゃうなっていう、うん、まあ何しても疲れていくは疲れていくんですけど、うん、やっぱりあのそのメンタル面の減り方がやっぱ激しい業界なので、うん、なるほどね、一旦離れて、まあそうですね、経験経ての今っていうのはね、立川さんもその笑ってこられてのなんか、うん、回なんかこう番組あの見た時のあのなんていうか立川さんがちょっと一回に見に行かれた時のあの道にこうなんかたりしてこうそうそうゲットしてるけど、はい、やっぱ厳しい世界なんですよね、やっぱりね、そういうのを経験した人はねやっぱり優しくなれると思うんですね。だからそういいなと、なるほどね。はい、そんな秋山社長なんですけども、今度はちょっとまたもういっぱいもういろんな情報が、ね、情報が多いですね、はい、軽貨物運送に3年間入ったんですね。そうですね、あの個人事業主で。そうです、そうです。あ、これはどう、ちょっと詳しく、はい、またこれは、いわゆる佐川さんとか大和さん の、はい、あの配達をしてるのってもちろん大和とか佐川さんの社員さんもやってるんですけど、僕らみたいな、業務委託でお仕事、お荷物をお預かりしてはあの配達をあの佐川さんとかと一緒になって配達するっていう人間もいまして、
なるほどですね。そうなんです。軽自動車、まあ、ケッパコって言われるあの軽の黒ナンバーの車で、うん、なるほどですね。あ、いるいる。これでも個人事業主っていう。そうですそうです、はい。なるほど、多分この辺も何かいいですよね。いや、見たことある、はい、確かに確かに、うん、ですね。なるほどですね。そこ3年間やられたと。そうですね。でそこでまさにちょっとずつなんかあれですね、今の仕事にこう、うん、なんかこう近寄ってくるんですかね。がその個人事業主でされてる会社の、SNS マーケティングを行って、でウェブマーケティングを学んでいかれたということで、これも独学ですね、もちろん。これそうですね、まああの当時はインスタグラム活用して求人しようよみたいな動きがありまして、まあそういった専門家の方とかも招いたりしながらやってたんですけど、はい、もうあの学校に行ったわけではなく、なるほどですね、独学っちゃ独学で、うん、はい、されていたと、はい、そんなことで、ここまではどちらにいたんですか？ここまでが全部東京ですね。あ、東京で行かれたと。17の後は全部東京ですね。東京生活じゃあ10年くらい？10年ですね、丸10年いましたね、東京に。はあ、東京10年か、はい、そっかそっか、東京に行かれた。そんな木山社長、ここでシャリに、シャリですね、まず移住されたんですね、はい、その前にあるじゃん。え、なんで春子ちゃんと出会う？あ、それも聞きたいですね。奥さんとの出会いって相沢さんからのキラーパスの、ありがとうございます。パンコールパをね、作られたら、はい、秋山春子さんが奥さんという。どちら、東京で出会って、東京で出会ってですね。なるほどですね、奥様は東京、はい、そうなんです、なんですね、妻が、東京のパン屋さん、それも、結構ゴリゴリに職人を育てようみたいなパン屋さんで、当時が6年目とかですかね、6年ぐらい修業をしてたタイミングで出会って、うん、あ、もうそんなタイミングだった。そうなんです。だから彼女は彼女で6年東京で修業をし、まあ札幌の専門学校行った後東京のパン屋さん入って、そこでも修業をして、まあコンテストとかいろいろこう職人育てるタイプの会社なので出したりとかしながら技術学んで、で出会って、で僕自身はもう速攻プロポーズして、早いですね、早いですね、マジで。え、付き合ってすぐみたいな感じですね。付き合ったというか、初めて出会った日から今に至るまで多分ほぼ一緒にいます。あ、多分1日2日ぐらいですけど。そうですか。初めて出会った日から、うん、あの僕当時ですね、4畳半の部屋に住んでて、いわゆるシェアハウスに住んでたんですね。へえ。で妻があの、まあ、会社の借り上げの普通のアパートにいたりとかして転がり込んだみたいな。え、もう出会った時から？出会っ初めあ、まあ、メールとかでやり取りはしてたんですけど、初めて出会った日から転がり込んで今に至るみたいな。すごい距離の詰め方がもう半端ない。すごいっすね。でもなんとなく俺もそんなタイプかもしれないです。うちの奥さんと。そうですよね、うん、そうなんですね。火ついちゃうよね。のいや、立川さんもものすごい出会いですよね。それそうですね、そうですね。でも帰ってきてからの方が、あ、でも転がり込む系はやっぱりちょっと一緒かもしれないですね。そうですね。俺もうちの奥さん看護師だったから、あ、ちゃんとしたとこ住んでて、はいはいはい、で転がり込んだ感じになりましたね。変な話ですけど、紐ですよ。最初の頃は起業したてなんかほんとお金もないんですよ、ね、よく、まあ、周りの友達とかから心配されたりしたでしょ。だから俺奥さんの友達とか結構心配されましたもん。あ、そうなの。いや、カメラマンでとかあったし、あ、はいはい、でバヌアツで出会ってとかって言ったら、うん、え、大丈夫そんな確かに。でこんな感じので、当時結構髪の毛とか長くて、はいはい、あ、ちょっとうさんくさい感じがすごかったんで、そういう感じには言われてなかったですか、周りも。当時は一番多分、まあ今もそう、今と今よりはちょっとしっぽりいますけど、うん、今死ぬほど働いてるのでもうやばいですけど、それ当時がですね、いわゆる芸能界時代があった後、うん、初めて真面目に働き出した時期なので。ああ、いやいや、でもなるほどね。で、それプロポーズどれくらいでプロポーズしたんですか？プロポーズ4日目ですかね。12月の27、8の時に初めて出会って転がり込んで、はい、確か年明け、あの年末年始じゃない、1日だ、はい、にプロポーズしました。
え、正月の？正月の1月1日ですね。へえ。ちょっと相澤さん出会って4日でプロポーズっていうことですけど。ちょっとこれ。ちょっとそれ知りたいね。そんな出会いなかったからさ。あるんですね。ありますね。あるんですよ。こういう。やっぱりビビッと何か感じるものがあったの？まあ今思えばそうだったのかなと思いますね。この人じゃなきゃダメだって。あ、変な話、好きだーみたいな、こうガーじゃなくて、あ、ずっと一緒にいれるなみたいな、この恋愛じゃなく家族として長期的にこう何十年も一緒にいれるのはこういう子なんだろうなみたいなのはありましたね。いや、素晴らしいですね。じゃあ本当パートナーだね。そうですね、相棒を見つけたみたいな、ね、それ当時何歳に、今結婚3年目とかなので、あ、ちょうど26の終わりぐらいですかね。あ、今奥様から春子さんから来ました、私も心配されましたって。あはい、やっぱりそうですよ。はい、あ、そう、妻、お母様に言って、うちのお袋にめちゃくちゃ、そうそのあ、お母さん、お母様の方ですね、秋山さんのお母さんです。そうなんですよ。え、大地でいいのってこと。本当に大丈夫ってめっちゃ言われました。お母さんに言われた。あの、破天荒な人生でございますので、それは一番よく多分お袋が知ってたので。なるほどね。いや、でもそんな、いや、でもこれこそ、その最近一神道のエンターテインメントって言ってるんですけど、こういうふうに春子さんがメッセージくれたりとかしてるのはちょっと嬉しいですよね。嬉しいっすね。いや、ちょっとプロポーズ話、いや、ちょっとそれのまたそのあれですね、なんかこの毎週金曜日やるわけじゃないですか、うん、なんかその、はい、こういう飲み会の中のバーの、ね、映像を流すわけですから、なんかそういう会ありま、なんか掘り下げません？なんか出会いのね、面白いですね。人それぞれのストーリーがありますから。でもなんか改めてなんかその奥さんへの感謝じゃないけど、そういうのなんか雑談の中で言うのがいいな。ちょっともっと掘り下げたいんですけど、ちょっと時間もあるし、そうですね、どんどん本当ね、ちょっとボリューミーなもので、あの、そう、秋山さんの人生振り返ると、うん、マジであのすごい時間がいくらって思ってすごいトピックがもういっぱいあるので、はい、はい、それで移住されて秋山校を立ち上げて、そして株式会社化をもうその年にもすぐされましたと。そうですね。で、そうですね、最初合同会社で、はい、株式に変えたのは最近なんですけ ど、ね、会社として法人化はすぐ。なるほど、はい、で、津別町に28で拠点を移して現在に至るということ で、ね、はい、株式会社の社長、そして、このローカルファンドの取締役とか、これ秋山さん詳しくまた教えてください。はい、ローカルファウンドがいわゆる津別町の今話題のパン屋さんです。はい、あの、パン工房ルバーがの運営母体としてローカルファウンドっていう、はい、会社で、はい、させていただいて、まあ、あまり、はい、もうパン工房ルバーっていう名前でさせていただいてるので、はい、そんなに名前出てこないんですけど、いやいや、こちらもフォロワーももう944人もですね、いますよ皆さん。はい、こんな形でいろんな美味しいパンがこう出てます。これも売り切れも結構多いんじゃないですか。これそうなんですよ、ね、ちょっと申し訳ないことに、あの、売り切れちゃう日もたびたび。最近やったのセットのやつとかめちゃめちゃいいですよね。ああ、そうですね、ああいった形で展開したりとか、そう、開業からこうやってた、そうそうそう、このそうですね、はい、いろいろこうコンセプト、ここから始まってたましたもんね、この歯医者さんですね、西川さんの歯医者からリノベーションをして、たくさんでですね、はい、こんな感じで。奥さんと一緒にやってる会社っていう感じ。ですね、 9.5 割ぐらいは妻が一人で。ああ、じゃあ奥さん、ローカルファンの奥さんの会社。そうですね、で本当に 0.5 のもうちょっとしたマーケティングというか、うん、東京に紹介したりみたいなのは僕がしたりとか。でもあれ、開店の時もすごい行列できてたりとか、じゃちゃんとチラシとかも配ったじゃないですか。そうですね、本当、うん、ちゃんとやってるなって思ってでそれがあの行列の結果であったりとか、その後のお客さんのいいところにもなってるんじゃないかなと思って。あそこはもう春子さんが自らやってたんです。そうですね、インスタとかも自分でやってますし、まあ、チラシのデザインも、うん、あの、妻が自分でやってるので。あ、いや、今時はこういろいろなこう、うん、ものを活用し、もう店主さん自身が活用できるから、うん、それを使って
うまくこう情報発信してる。そうですね。これもちょっと美味しそうな初日なんかはインスタとか見て、あのこれですシャリとかからも来ていただいたりとか、結構オホーツク館内これ、ね、いやすごいよね。いやだって僕今日もつべつコーヒーさんも行ってきたんですけど、うん、もうお客さんも満席になってたの、うん、でか結構うちの、ね、会社のメンバーも結構 毎週行くっちゅって言ってますね。美味しい美味しいって言って幸せですよ。で多分コラボの話もなんかいろいろ来たりするんじゃないですかね、うん、きっと、ね、いるかね。はい、いやでもね、もらったちょっと直接行けてないんだけど、その買ってもらったやついただいたんですけど、やっぱりつべつの町にこういうパン屋さんがまたね、もう一個あれもあるんですけど、こう増えるとちょっとこうパンってなんかちょっとこう幸せな気持ちになるんですよね。ちょっとランチに美味しいパン、コンビニとかのパンよりもこういうパン食べれるとちょっと幸せですよね。近くにあるっていうのが本当に最高です。ください、ありがとうございます。高橋ゆめさん、秋山さん、またジンバで焼酎飲みましょうね。 ありがとうございます。ぜひ春子さん、パン工房ルパのご紹介ありがとうございます。頑張ってパン作りますということです、ね、応援しまくってます。はい、お願いします。そしてあと株式会社グローカルコネクトという会社の取締役のちょっとまた難しい CXO ということで、はい、はい、これはまあ僕が本当たまたま出会った方が、はい、会社立ち上げられて、こっちはシステム開発、要は業務システムを、うんうんうん、いわゆる一般の皆さんが使うようなんじゃなくて、会社の内部のシステムであったりとかを作るような会社なんですけど、そこの、まあ、ご縁があって取締役として、まあ、入ってらっしゃると。そうですね、お手伝いさせていただいて、CXO でエクスペリエンスって、はいはい、ユーザーのいわゆる UI とかこう、うん、このシステムを使ったこう感情ですね、その使った人がワクワクするとかっていうユーザーの体験のなんか一応トップみたいな肩書きを仰々しくもいただいたという。なるほどですね。そうですよ、いろんなちょっと肩書きもあり経験もあり、そんな秋山社長なんですけども、ちょっと、まあ、メインの代表の、会社秋山工房のちょっとご説明をですね、はい、していただこうと思います。大事です、はい、プレゼンタイムです、はい、ちょっとこれがちょっと僕が押しますね。はい、お願いします。はい、はい、どうぞ。そしたらもう次に進んでいっていただいちゃって、今、つべつのパン屋の2階で、はい、パン屋さんの2階、僕ら住んでるわけじゃなくて本当に全部、うん、会社としてあの建物は全部仕事として使ってる建物になりまして、2階でうちの会社が入ってやっております。なるほど。で設立が2年、令和2年なので、もうちょうど今月2期目が終わるところで2年やってまして、従業員が、4人で、すごいよね。ただ、この会社に通ってるのは2人なんですけど、うんうんうん、もう2人はエンガルの子、うん、エンガルから遠隔採用、うん、プラス、もう1人が茨城県の遠隔採用で、正社員も、フルリモートでやってる子たちもおります。で、うちここが一番変わってるんですけど、パートナーさんって呼ばれるフリーランスのネットワークを自社で保有してまして、その70名ぐらいいるクリエイターさんたち、いろんなスキルがあるんですけど、その方々の、スキルを活用させていただいて、お客様に多種多様なサービスを届けているような会社になります。もうこの形自体がなんか今時というか、本当この今の時代だからこそできる仕事の使い方、うん、ですね、うん、なんかオフィスでっていうわけではなくて、もうフルリモートで、フルリモートですってことですね。このロゴの意味とかも、そうですね、はい、まあ、今フルリモートでとおっしゃっていただいたんですけど、はい、うちですね一番変わってるのが制作のみなんです、フルリモートでやるの、うんうんうん、営業に関しては必ずフェイスとフェイスでっていうのを心がけてて、これですよ。まあ、どうしても Zoom になることもあるんですけど、うん、行ける範囲内は、うん、僕は門別でもどこでも、うんうんうん、オホーツク館内は行かせていただいて、なるほどね、で必ず難しいので難しい商品なので説明はきちんとご理解いただけるまでするっていうのはなるほど、ね、ってるような。これがやっぱりその
ちょっと泥臭さじゃないですけど、地域でとかフェイストゥーフェイスとかそういうのもなんかいいなと思ってです ですね。でもリモートが当たり前だになった今だからこそっていう話もあるんですね。そうですね、どうしてもあ次とか言ってもらえれば分かりますかね。はい、多分ですね、次言ってもらえたら、はい、僕の、はい、あの思いと言いますか、まあ最初言ったようにフルリモートでやっている理由が地域と地域をつないでですね、オンラインでつないでこういったクリエイティブ産業のあのスキルの地域格差、はい、またお客様に届く量の地域格差をなくすためにクリエイターさんたち全国全世界からスキルの高い方集めて提供させていただいてるっていうのがまず制作面ではあるんですけども、はい、それ以上に右2つですね、とりあえず気軽に相談できるパートナー、はい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 、まあ秋山さんって声かければまあ、コンサルって言えばかっこつけますけど、本当に困った時気軽に相談できる窓口として僕ら営業の人間が対応させていただく。これって結構本当に重要だと僕もすごく感じていて、しかもなんかこう結構 IT ってなるとそのある意味そういうリテラシー的ななんかこうちょっとこう知ってるかとかその言葉としなんだこの結局はその IT のウェブホームページ作りたいよとか、うん、そういうふうになったとしても誰に相談していいかなっていう分かんないじゃないですか。分かんない、分かんない。その時にこう身近にそういう方がいるっていうのは心強いですし、実際こういう提案があるんだ、こういう世界があるんだっていうのはやっぱなかなかこうでその地域でちょっとこうつながりがないとねやっぱできないよみたいな。まして足りてない感じもしますよね、こっちは特に、でこれがその今までそういうふうに可視化できてなかったところが、秋山さんみたいな方入ってきて、可視化された時にその地域の価値がどう高まっていくかっていうのがすごく個人的にウォッチして面白いなと思うと思います。それ伸びしろですから、確かにそうですね、確かにそれは本当にこういろんなローカルでも言えることですけどね、津別市は本当秋山さんいることによってなんかこうね、ちょっとしたこと、うんね、まさにそのコンセプトですもんね、その何でも嫌ですよ、うん、そうですね、って意味がこれは本当に動いてるのがすごいんですよ。で3つ目に行くと、はい、今言っていただいたことにもつながってくるんですけど、うちは基本的に横文字、いわゆる専門用語、イニシアチブとか、はいはい、なんか俺つい使っちゃうんですよね。それを必ず使わないように、特に僕は一切使わないように気をつけていて、なるほど、本当訓練しないとそうなれないですもんね。日本なんかこう言ったらふわってなっちゃう、僕もさっきなんか言っちゃったけど、うん、なんとなくこうなんとなくこう日本語が知らないからそっち使っちゃうのかもしれないな。なんかもわからないですけどね、なんかこう意識高くなっちゃうんですよね。なかなかそうするとやっぱり地域のその、うん、やっぱこういった業種がないのでそういった情報も少ないとなると、なるほど、ね、やっぱ例え話したりとか噛み砕いてお伝えしないと、うん、でやっぱり安い商材じゃないので何十万円ってお金の商品を販売させていただいてるので、うん、きちんと理解した上でご納得いただいた上で購入いただく、はい、ね、これまた本当その ICT とかがこの一般化してきて、うん、ウェブサイトとかも普通にある時代になったからこそ、はい、それちゃんとしたお付き合いをしなきゃダメだよねって。そうですね、刹那的なビジネス今までしてきたんですよね。そうですね、東京の、まあ、都会の人とか、うん、まあ、それどこの場所でもありましたけどね。そうですね、それちゃんと地域と一緒にみたいなところをやっていこう。結構本当都会からこっちの方来て、うん、本当売って終わりの会社さんがやっぱり、うん、地域的な問題もあってしょうがないんですけど、うん、売って終わりであと放置10年経っちゃいましたみたいな、うん、ものもあるので、それは嫌だなと思って、なるべく長期的な、もう寄り添っていけるようにやってるような感じですかね。なるほどね。はいはいはい、あと、まあ、ちょっとそしたら2つぐらい飛ばしていただいて、はい、はい。で、まあちょっと本当に具体的な話になってきますと、ホームページ制作であったりとか、あと、システム、まあ、先ほど言いました愛知県の会社のあれもやってるので、システムの窓口とかもやっていたりとか。でマーケティング絡みですね、まあ、分かりやすく言うと集客のお手伝い、ホームページとか作って終わりにさせないようになるべく売り上げを上げるお手伝い、はいはい、
で作ったやっぱり元手を取り返すお手伝いっていうのを、うん、マーケティングだったりデジタル広告って言われる、うん、大事だね。そうですね、うちは必ず利益を出していただく、ホームページ作ったからにはそのホームページを使って利益を出していただくように、うん、ご提案させていただいているので、うん、どうしても最初は高い金額が発生してしまうんですけど、うん、きちんと取り返せる元が取れるようなご提案っていうのを合わせてさせていただいてるので、はい、まあ、マーケティングデジタル広告だったりあと、まあ、かっこつけてコンサルティングって書いてますけど、うん、本当にお困りのことのサポートっていうこと、はいはい、であと、まあ、グラフィックデザイナーもおりますのでチラシポスターで紙媒体も作ってますし、うん、はい、なので今20、まあ、70名いて、うん、今サービス自体24、5種類ってとこですかね、はい、なんでも屋さんですね本当にね。なんか何でもできるからこそ、じゃあ、 あとチームがこうあるからこそちょっとより幅広いね、さっきの説明ありましたけども、 それすごいことですよね。いいことですね。なんかそれの外のその技術の活用というかをなんか津別町にこうね、その最新のものとかをこう取り入れられるっていうかですね、すごいですね。最初に貼るというか貼るんですよ、このベッドする、要は社員雇うっていうのもベッドして、これ賭け、賭けですよね。でこれはたいてやったものをどううまく動かして利益に変えていくかっていうところをやられてるから、まずはそれこそその挑戦したりとか新しいことを始めたりってことをされてると思うので、すごくなんかシンパシー、もうまた英語使っちゃうんですけど 共感というか、はい、大変だよね。大変な感じの話ができればなと思います。なるほど、ね、はい。あとざっくりいきますと、はい、まあ、あ、次も行っていただいて大丈夫です。はい、これでが僕が一番やりたいことです。はい、あの困ったら呼んでください。1時間3000円で行きますっていうことです。はいはいはい、本当に結局この業種の知識を生かしてですね、パソコン使えません、スマホ困ってます、あのよくわからないけど壊れたみたいなよくあると思うんですけど、まあ、うちがフェイストゥーフェイス心がけてるので僕が行ける範囲でしたらすぐ対応しますし、遠隔でもあのお困りごと、これもちょっと安すぎません、1時間3000円やっぱりあのそれがうちの別のさ、まあ、うちはこれが一つのサービスであって、それでご縁がつながってまたいろんな、でその変な話これでお伺いしたお客様があの別のうちもいただかなくても、そのお客様はうちのことを知っていただいて秋山工房っていうのはあるよって広めていただけるじゃないですか。牛丼ってことですね。牛丼ですか。フロントエンドがこういうとっつきやすい商品で接点を作っていって、あ、でもこんなことできますよっていうところにつなげるための最初のきっかけ作りがこれだっていうことなんですね。なるほどね。気軽に呼んでいただいて仲良くなって、で、まあ、あのいやらしいことで言えば僕の会社のことをまた広めていただける、はいはいはい、営業マンみたいな、はいはいはい、いやこういう人たちはまだまだ少ないから、ね、多様性っていう部分も面白いね。本当、で本当に単純に困ってる方が多いっていうのもありますので、それこそさっきも言いましたけど、札幌の会社さんとかがこう販売に来て売って終わりで帰っていく、であと更新できないどうしようみたいなのかも、本当に結構あるので、10年前に更新したっきりとか、はい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 、そういったのもあの行ってちゃちゃっと1時間ぐらいさせていただいて修正とかは別に僕ができる範囲でしたら、あ、マサさんからメッセージが、あれ、うちも今年は個人のお客様を増やしたい、助けた秋山さんってことで早速マッキーの社長連絡来てますよ。本間社長からも。で、鴨田さんも。はい、あ、久しぶりに見てます。お話とても面白いです。難しいカタカナの言葉を使わないのは本当に伝えたいと思うからだろうと思います。ありがとうございます。素敵です。ですまあ、そのあたりは相澤さんもプロフェッショナルですよねということで。ああ。そのことも鴨田さんおっしゃってます。はい。いや、いつもありがとうございます。ありがとうございます。あ、石田優子先生。津別町に住んでいる方、集まる方はアクティブ、あえてこの文字です、かっこ笑い、
魅力ある方々ばかりですね。お話聞くのも楽しいです。あ、そうなんですよ。もう本当秋山さん、ここで喋れないこともいっぱい面白い話がそうですねある方なんで、ジンバーに来ていただければ。そうですね、深掘りしましょう。深掘りジンバー。そうですね、マジで盛り上がると思いますね。次の資料とか、あ、そうですね、さらっと、はい、あとですね、あのうち今までのマーケティングの知識とかホームページ制作の知識を生かして、今メーカーさんと組んでですね、あのこれも面白いね、食にちょっとあの少しずつ参入しておりまして、今製麺の麺工場さんと組んで、うどんとかラーメンとか小麦製品の小売卸売り、また いろんな企業さんにあのプライベートブランド作りませんか、自社ブランドの製品、本当にこうボールペン配る代わりにラーメン配りませんかみたいな形で、今後企業さんのノベルティグッズとしてこういった製品を使っていったりとか、で、あの OEM、 まあプライベート、ここすごい横文字の代わりがないので、ちょっと僕も使っちゃってますけど、ちょっとしゃあないですね、多少はね、多少は多少はよしにしますこれも本当に面白いと思います、はい、これだって SNS で個人発信ができる時代になったら、うん、絶対にそういうちょっとちっちゃいノベルティでもオリジナルグッズを作ろうって、うん、だって YouTuber もみんなグッズ作ってますからね。そうです、さっきの川上君もそうですし、これもね面白いな。で、食はもうあの消え物なので、うん、例えばそれを使ってお土産にしたりとかって、お客本当に最後のお客様は困らない、食べちゃえばいいみたいなですので、これは、ああそっか、最後食べちゃえばいいんだ。なるほどね。これでもその本当こ、まあ今僕まちづくり会社とかでキッチンカーとかやっぱりね、一番飲食フードロスとかも、これロスをいかに出さないで作れるかみたいなところがすごく大事になってくるので、うんうんうん、まあ、発想としても面白いし、ね、俺はそれこそキッチンカーで、うん、通販で売れるものを出すキッチンカーとか、うんうん、そんなことやってみたいなとかと思ったり、うんうん、でロスで言うとパン粉、まあ、製パンって書いてあるのは、まあ、うちのパン屋なので、はい、あれですけど、製麺の方もあの OEM30 食からできます。なので本当に必要な分だけご発注いただくこともできますし、はい、本当にあのロスが出ないように、うん、あのそういったところにも配慮しながらご提案ができるので、結構 OEM って何万食からっていう規模感が普通なんですけど、うん、それよりもあの30食か30食から、あの例えば既存麺のと既存スープの組み合わせを変えたりとか、はいはいはい、どうしてもオリジナル麺作りますとかだと100食とかになってくるんですけど、それでも100食なので、まあね、そう歌い方だよね、本当にそのイベントとして、はい、あの消え物として使うっていう感じだったら全然面白いよね。でグラフィックの仕事もそれで一緒にやれる。そうですね、パッケージ あのシール作らせていただいたりとか、またあの販売するのであればその EC サイト作ったり売る、はいはい、方のマーケティングのご提案も合わせてできるので、そんなような事業、3事業ですね今やらせていただいてます。深澤さんから静岡から見てますよってことです。はい、深澤さん友達ですね。深澤さんお袋のまあなんとやら彼氏やらなんとやら、ありがとうございます。つべつ町から生配信で、はい、まだ若いのでうちの親も、あ、秋山さんのおいくつなんですか？今年50じゃないですかね。 50? はい、早いですね。若、俺今42歳だから8個上ぐらい。50そうですね、完全友達圏内ですよねそうですね、前来たヒロさんとか49歳だった。あ、そうなんですね。なんならサトシさんですよ。そうだね。そうですよ。こんなでっかいお子さん、そうなんですよ。そういう世代だもん、ね、もうラスト20代なので30ですよ、来年。いやー29歳でこれすごいなー。そういう経験で資料も企画も考えてあるんですか？あ、これで終わりですね。これでひとまず。いやーすごーい、はい、すごい本当に楽しみ。いろんな新しいことやってくれるからね、なんか動きが楽しみですね。でもまずちょっと話戻るんですけど、ね、一番最津別町にこういうなんでしょう、ね、僕たちってやっぱ一次産業とか二次産業ね、うん、結構まあもちろん三次産業もあるつぶちゃんありますけど、圧倒的にこう結構一次産業寄りな町にこういう企業がですね、うん、あるってすごくいい。で今さっきあの本間バッキーの本間社長もおっしゃってましたけど、やっぱこうちょっとこう、知りたい、あのどこにこうき
ていいか分からない話って絶対どんな会社さんでもあると思う。僕もたくさんあります。そういったところではまだまだたくさん、少々お待ちください。なんかシリがなんか反応しましたねでもなんかそういうのが結構あると思うし、これからこれ隣の町とかもまああったりするのかもしれない。ない市町村というのも北海道にたくさんありますし ね、 ね、そんな感じでちょっとこう広がっていくとなんかいいですよ ね、 すね。他にもなんか秋山さんは、ね、縁があるのも見ましたけど、松別町以外にもなんかね、こう広がっていきそうな感じもしません？そうですね、まあ、もう本当津別町もそうですし、やっぱりオホーツク管内、どうしても、まあ、北見にちらほら会社さんがこういったのあるんですけど、はい、オホーツク管内上の方行くと本当にないので、いや、そうですよね。立川さん、ちょっと電池が切れそうで、ありがとうございます。ありがたいことに、まあ、紋別の方からもお声掛けいただいたり、まあ、網走も行きますし、川湯の方もご縁があったりとか、もう本当毎日のように動き回ってますね。足で稼ぐってこともですね、されてってことで、もう IT とかデザインでよくわかんない商売なので、本当に人と人とでやって信用で、確かにこう津別、まあ、そういうのあんまり知らない方だたりするとちょっとこう分からない言葉がたくさんあると、ね、なんかちょっとこう怪しいんじゃないかってやっぱなる場合がありそうですよ ね、 ね。ただ秋山さんみたいなこう柔らかい感じでこれ、ね、来ていただいて、かつ実際こう信用を勝ち得ながら徐々に広げていかれてますから、さらに、ね、拡大されていくのが楽しみだなと思いますね。はい、なんかやりましょう。イベントやりましょう。イベントとか楽しいですね。ちょっとまた掘り下げたいことがちょっと足りないんですけど、もうちょっともう1時間ね。そうですね。過ぎちゃいました。だいぶ過ぎちゃいました。はい、そんな感じで、で最後ちょっとこの夢と展望だけですね。そうですね。ぜひとも29歳の時の秋山さんの今の夢展望を聞きたいですね。はい。はい、とりあえず、まあ、秋山工房という名が、道東エリアにまず広がることは、足使って頑張ろうかなと思ってまして、まあ、夢は10億、売り上げ10億、もう夢は大きく売り上げ10億で、はい、結局これもいやらしい話じゃなく、うちが例えば10億円売り上げを上げることができるイコール、この地域に IT だったりそういったホームページだったりのそれが広まったっていうことなので、そうすると底上げ、地域の底上げも起こる。だからいやらしい話、うちが稼がないと広めることもできないっていうのもあって、まず10億を目指してやってるような感じではありますね。いやもう本当にぜひぜひマーケットを作っていくと思うんですよね。市場から開拓していかなきゃならない。でうちが儲かると、それ商品を買ってくださったお客さんも儲かるスキームと、今スキームって言っちゃった今度あれ横文字なし横文字なし、ね、儲かるお手伝いをするのがうちなので、売り上げ上げるお手伝いをするのがうちなので、そこはガンガン売り上げをきちんとお伝えしていく、うちはこのぐらい売り上げ上げたいんですっていうのは夢としては言ってますね。自分 の、 そのタイプとしてはクリエイターとかいろいろなタイプあると思うんですけど、ご自身としてはどんなタイプ？自分は僕はもうがっつり営業マンですね。もう皆さんのとこ行ってお話しして雑談してコーヒー飲んで、はい、はい、でなんかお土産持って帰ってくるみたいないやまさしく本当そう、役割分担の話とか前したんですけど、自分のタイプは分かってるし、そう営業ってやっぱりねすごく大事だと思うんですよ。で意外とそのやれそうでやれないところのジャンルなのかなとも思うんで、そこまた面白いんですよね。面白いですね、はい、こんな方はまた津別に来てくださって、いやありがたい、楽しみですよ、引き続き、はい、早速もう通販の相談とかもしてますんで、ありがとうございます、よろしくお願いいたします。こちらこそです、こちらこそです、はい、そんな感じでこのままで確かさんいいですよね。はいはい、はい、で形です。はい、という形で今日も秋山さん非常に面白い話いただいたんですけども、はい、あ、これ、ま、
また立川さん間違えてますね、ごめんなさい。あ、そうですね、次は5月のちょっと金曜日ですね、第2金曜日で第2金曜日なんで、あ、そうですね、第2金曜日だったかな、はい、第2金曜日はにまたちょっと新たな別のゲストをお呼びしてですね、そうですね、放送1ヶ月に1回やっていこうと思いますんで、はい、また放送楽しみにしてください、はい、次どんなゲストの方で面白い話聞けるのかなということを、はい、相田さんまた出ていただくということですね、はい、よろしくお願いします、はい、はい、今日ちょっとね、いっぱい盛りだくさんだから時間がオーバーしまして、最初もちょっと長くなっちゃったんですけど、はい、はい、さよならをですけども、はい、はい、という形で今日もじゃあはい、元気に、はい、一回も行きました、ありがとうございました、皆さんありがとうございました、じゃあまた皆さん金曜日お会いしましょう、さよなら、はい、じゃあ停止します、はい、